皆さんこんばんは、シノビーズバーへようこそ。第3回になりますけれども、小松さんに引き続きお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。こちらの、 ね、はい、ソムリエの方、尾崎さんに選んでいただいたワイン、はい、すっかり焼けてしまいましたけど、はい、美味しいですね、ここね。美味しいですね、うん、飲みやすくて、ね、フルーティーですか。フルーティーか、合ってますか。合ってますよ。合ってますか。バチです。はい、で小松さんにですね、はい、今回は、まあ、音楽のミュージックセキュリティーズということで、もともとはやはり音楽バンドが本業ということですけども、ね、はい、これ目利きをするのは小松さんなんですか。はい、まあ、私個人というよりもこうチームでいろんな角度から検討してまして、はい、もちろん音楽性もそうですし、あとは もちろんビジネスベースで見た時にも、まあ、いくら投資をしていくらどういったもので回収できるのかっていうのはかなり細かくフラッグレコード見たりしながら、あ、結構売り込みにミュージシャンの方が来たりするんですか。はい、すごく多いですね。あとは最近は個人のアーティストもそうなんですけども、レコード会社さんから一緒にバンドを集めたいとか、そういう話もやっていきたいとか、はい、まあ、それは大手のレーベルも含めてですね、はい、こうなのでこういうやり方が結構認知してきていただき始めた感じかなっていうのが最近感じますね。音楽のそのジャンルっていうのはなんかこうあるんですか、はい、方向性。あ、もう全然幅広く、ヒップホップもやればクラシックもやればジャズもやれば、クラシックもあるんですか。はい、日本のクラシック。日本のクラシックですね。はい、小松さん的にはどんな、はい、こうこれからはトレンドというか。トレンドですか。はい、やっぱり特に日本の中のマーケットでいくと、はい、やっぱ日本語の詞を大事にしたシンプルだけど歌詞がいいねっていうのが、あ、やっぱ本当に一番いいんじゃないかな。ハードロックダメですか。ハードロック70年代ハードロック最高ですけど、はい、やっぱ2008年型ハードロックが生まれてこないといけないなっていう気がしますね。あ、歌詞がやっぱりないとダメですか。はい、やっぱり歌詞が大事、特に最近大事だなってすごい思いますね。はい、あの特に映画の世界でも、はい、あのポニョあれ歌でガツンってやられたじゃないですか、皆さん、はいはい、みんな歌ってますもんね。みんな歌ってますよね、はい、あれもやっぱ歌詞の力。歌詞の力ですか。はい、歌詞の力です、ね。はい、どうやって、目利きってどうやってやるんですか。例えば、そうですね、はい、聞くんです。まず聞きますよね。はい、聞きます。はい、それで どうやってこうそのビジネス性とか、その、はい、売れそうだなとかって、はいはいはい、そこはあの本当僕らも感覚でビジネスはできないなと思ってますので、やはりじゃあ似たような音楽はどうやって売れてるのかとか、そもそもやってらっしゃる方々がどれぐらいの思い出を持ってこの音を作ってきたのかとか、周りにいる方々がどれぐらい本気で売ろうとしているのかとか、あとはもうちょっと客観的なデータとして、じゃあ本当にこの方々が前の作品で何枚売れたのかとか。あ、そういうのもあるんですね。はい、トラックレコード本当大事です。あとはまあ CD ショップに持ってって聞いて、実際こういうのあったら仕入れますかっていう、あ、プロの人にも聞いてみる。はい、リサーチしたりとかしますし。結構その予想ってのは裏切られたりすることあります。それがですね、良くも悪くもあんまり裏切られない。はい、なのですごいよくブレることもあんまりなければ、はい、すごく悪くブレることもあんまり。それ目利きがちゃんとしっかりしてるってことですね、逆に言うと。そうだと思いたいですね。はい、そうですか。はい、なんか先ほどおっしゃったのはその、はい、イギリスの音楽シーンがなんか日本より遅れてるみたいなこと。あ、遅れてるというかですね、はい、最近本当にイギリスの音楽シーンってすごい盛り上がってまして、あのロックバンドも、はいはい、例えばホールドプレイみたいなバンドがすごい売れてたりとか、はい、あの今本当はアメリカからイギリスの音楽ってすごい移ってきてるなっていう感じで、で弊社のような音楽のバンドもまあ、昔ボーイ、デビットボーイがやってたボンド型のボーイボンドあったんですけども、ありましたね、デビットボーイ祭、はい、あれはあくまで再建だったんですけど、はいはい、最近こう弊社と同じような形のファンド型の、うん、まあ、イギリスに出てきたんですか。はい、そうなんですよ、まあ、最近ですね。で弊社はこう2001年からやったんですけど、なんか話聞きに来たりするんじゃないですか、ね、教えてくださいみたいな。まだないんですけど、まだないんですまだないんですけど、はい、だからそういうこの手のこうなんか個人の方が応援するっていうファイナンスがインターネットの普及によってだいぶ増えてきて、もちろんイギリスでも要するにリスナーと、はい、投資家とこうくっついてくるような流れですよね。最近どんどんあの配信で音楽を買う方が増えてきてるので。増えてますよね。はい、でまあインターネットと音楽の親和性も非常に高いので、はい、その辺なんじゃないかなっていう。なるほどね。はい、
あとこう個人ちっちゃなファイナンスの例でいうと、例えばあの社会的な応援ってするような個人 の, この社会貢献ファンド、はい、牙みたいなサービスだったりとか、ああいうのも増えてきてるので、そういうのやる予定あるんですか？そういうのもどんどん進出したいなと思うんですよ。個人の方が個人の方のために応援するよう な, なるほど、ね、音楽じゃなくても、そうですよね、はい、いろんな応援したい人に ね, そうですよね、金融のスキルを使ってね、はいはい、サポートしてんで、まあ、自分ももしかしたら投資のリターンが得られるかもしれない、はい、そうですね、まあ、すごいいい仕組みだと思いますよね、はい、まあ、という、ミュージックセキュリティさんなんで、まあ、音楽にとらわれずに新しいファンドをこれからもどんどん作っていくということですので、もしご興味ある方はですね、ミュージックセキュリティズと検索すれば出てきますよね、はい、出てきます。そちらはぜひご覧いただいて、まあ、今売っている募集中のファンドもありますのでご覧いただければと思います、はい、じゃあどうも小松さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。改めて乾杯したいと思います。乾杯。それではシュナビーズバー、またお会いしましょう。さよなら。